シンヒレ類は蒸気類に属する魚類の貝分類群の一つ。最初のシンヒレ類は初期の蒸気類からほとんど変化しないまま恐竜の出現に先駆けてペルム気候機に現れた。以降、その進化の過程において鱗や骨格の軽量化を果たすとともに力強く効率的に運動を行える顎を獲得した。敏少な運動性と高い接触能力を備えた。 シンヒレ類の仲間は白秋以降急激に勢力を伸ばし、現代では世界の海洋及び淡水域で最も繁栄したグループとなっている。蒸気類は腕ヒレ類、シンヒレ類の2つで構成される。全2社にはポリプテルス類というごく限られた魚類のみが所属するのに対し、シンヒレ類には残るすべての甲骨魚類が含まれる。シンヒレ類の形態学的な特徴としては、 背びれ、尻びれのヒレ上数が、その支持構造の数と等しいこと、接続骨が、元絶軟骨の外側に形成されることなどがある。新ヒレ類そのものの単系統制は広く、認められているが、内部の系統関係については2006年現在なお、議論が多い。本校ではネルソンによりまとめられた、分類体系を示すが、詳細に関しては研究者間での移動が大きい。 従来の体系では、ガーメ、アミアメを一つの単形統群とみなし全骨類と呼んでいたが、2005年現在では、両者はシンヒレ類に含まれ、ネルソンはアミアメ及び関連する絶滅名を、シンホネ類の姉妹群として扱っている。マクロセミアフォームズ目の一種。本名魚類の化石は、ヨーロッパ・メキシコから出土している、ダペジーダエカの一種。体高が高く、セビレ、 尻びれの規定は、長いパイクのドンタフォームズ目の化石種。本目の化石は、イタリアやドイツから、多数産出している、アスピラリーテフォームズ目の化石種。細長い体と突き出した糞が特徴で、原生の脱木と類似する、パケコマフォームズ目にところを属する、プロトスフェロイナパーアンニシオサ及びピーニッチダの創造図。服気を書く種類が多い。ありがとうございます。